Thank you.
見舞いしちゃうからね。ここが聖なる地。あなたのおじいさんは亡くなったけど、レウスは帰ってきた。守りレウスはレド以外のライダーを背中に乗せることを許さなかった。きっとレドの帰りを待っているんだろうってガラ様が言ってたわ。でもレドじいちゃんはもういないんだろう。なのにどうして。モンスターはね、一度絆を結んだライダーのことを忘れたりはしないものなの。守りレウスが飛び去った時の光、きっと何かがあったのよ。そうでなきゃ守りレウスが島を出ていくなんてありえないもの。さあこの辺りを調べてみましょう。ああ、俺の嗅覚が何かがありそうだって言ってるぜ。レドじゃないわ。そうよね、レドなわけないのに。でも似ていると思ってつい。レドは私たちのリーダーだった人。この子はレドの孫よ。え？レドはだいぶ前に亡くなったわ。知ってる。私レウスに会いに来たの。
エドから預かったものもあったから。預かったものって？これがあればあのモンスターを止めることができるかもしれない。レドの絆石？なんであなたが？レドが言ってる。あなたに受け取ってほしいって。さあ、ね、覚悟はいい？
見事だったわ。その絆石のおかげかしら。おお、絆石がパワーアップしたぞ。俺が知っている絆石とは使い方が違うみたいだな。俺の相棒の絆石は黒の狂気を浄化してパワーアップしたんだ。黒の狂気？聞いたことがある。でもそれはもう収まったって聞いているわ。ああ、だからこの辺りで起きている異変とは関係ないはずだ。もしかして別のもっと大変なことが起きているのかもしれないな。ガラ様が言っていたように、守りレウスがいなくなったのが原因かもしれない。アンジャナフも混乱していたように見えたけど。ライダーさん？やっぱりあなたはレドにそっくり。私はエナ。レドは昔からの友人で私の恩人よ。あなたに見てもらいたいものがあるの。来て。それってレウスの卵よね。ハンターたちに見つからないように隠しておいたの。卵は新鮮だし、とっても元気そうだ。でも他のレウスの卵と何かが違うような。守りレウスが飛び去る前に託していったの。この子を守ってほしいって言ってたんだと思う。どういうこと？異変が起きているのはこの島だけじゃない。各地でレウスがどこかへ渡り、行方がわからなくなっているの。いつもはおとなしいモンスターが暴れ出して人々を襲う事件も起きている。そんな、島の中だけで起きていることじゃなかったの？ああ、そうだぞ。世界がなんだかおかしなことになってる。だから旅に出たんだ。何が起きてるか知りたくてさ。そうだったんだ。海の色が変わったり、奇妙な光が発生したり、あれは一体何なの？詳しいことはまだ何も。でも、レドは言っていた。それらは、最悪の前兆だって。最悪？ここにいたか。ガラ様！しっ！こっちだ！ライダーが入っていくのを見たぞ！どこかにレウスを隠しているのかもしれない。探し出せ！ハンターたちは我らがレウスを隠していると思っている。疑いが晴れるまでここを離れてはくれんだろう。あいつらに卵を見られたらまずいぞ。その卵は？ルトゥ村に行けば
ハンターの追っては来ないはず。ルトゥ村？私が住んでいる村よ。竜人だけの村だから人間は勝手に入ることを許されない。ハンターも追いかけて来られないと思う。私と一緒に来て。きっとレウスが私たちを導いてくれる。お前も来るか？どうした、怖いのか？心配することは何もない。レウスが導いてくれる。広くて素晴らしい世界にな。この子がレドの絆石とレウスの卵を託されたのは運命なのかもしれん。ルトゥー村へ行けば破滅の翼を持つレウスの伝説を知ることができるだろう。それってハンターたちが言っていた世界を破滅させたっていうレウスのことですか？ああ、そうだ。伝説と各地で起きている異常事態には関係があるのかもしれん。ハンターたちは私に任せて。ちょっとハラハラドキドキだけど、きっと大丈夫。君ならどんな困難があっても乗り越えられるはずよ。私の一番でしたものね。ナビル、この子のこと頼んだわよ。師匠に代わって俺が助けるぜ。レドと同じ強くて澄んだ目だ。レドの絆石が守ってくれることだろう。行け、崖を下ったところに船がある。あいつらを追えるか？お望みとあらば。月が